兄ちゃんが寝る前にお話をしてくれました。赤いカバンがお空の夫婦のお話です。喧嘩ばっかりだけど仲がいいんだって。色がついてきてる。やあルイーゼ、今日の分の食べ物だぞ。どうした、お腹は空いていないのか。空いてない。そっか、最近あまり食べていないが大丈夫か。人を食べてるの。よし、じゃあこれはどうかな。ん、何持ってる。これ聞こえた音だ。ごめんごめん、これは歌というものだ。この人が歌ったの。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。あ、この人が歌ったの。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。声が変わってたぞ。だから私は好きなんだ。まあでも教えてあげたんだね。歌下手だけどな。下手っていう今の演出だったのかな。この子の方が多分下手だな。声が荒れているな。無理をするなよ。これ歌なんだ。でもうまいうまい。あ、褒めてあげる。あ、かわいい。この町の灯台に知り合いが住んでいたんだ。ばあちゃんね。もう亡くなったがね、うん、その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。そうなんだ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。ずいぶん昔の話だよ。もしかして元気づけようとしてくれているのか。歌ってる。優しいな、ルイーゼは。人を食べるのかな。人を食べないと生きていけないのかな。パンとかじゃダメってこと。奇妙な魔力を感じるな。お前も気づいたか、カイネ。ああ、これは魔物なのか。違う。お前らしくもない。考えるより言ってみたらどうだ。これエミール聞いてるよね、この会話。カイネさん。そうだよね。どうかしましたか。いや、海岸の町から魔物のような気配を感じたんだ。うん、だから追っかけるんだ。街の中に魔物が。なんか 2B みたい。ほんとこの格好してると。ここで合流する。カイネ、エミール。カラフルになっちゃった。これ歌舞伎物の姿どうなるんだろうな、気になるな。どうしたんだ、二人が街の中に入ってくるなんて。気配を感じたんだ。急にすみません、うん、カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配、魔物か。ああ、この先から音がする。音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。なんか怪しいのかな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。言い草が毎回気になる。どうかしたのか。いや、何でもない。さっさと行くぞ。はい。ここちょっとカイネ怪しかったですね。よし、中に入るよ。この時点でもう一緒にいたのかな。なんか一回いたような感じではあったよね。同時刻。そういえば手紙は書けたか。この前書き方を教えてやっただろ。書けてない。まだか。ま、焦って書く必要はないさ。なんで手紙の書き方を教えたんだろう。それにしても私も随分と懐かれたものだ。なんか足元に血がない。初めて会った時は何を考えているのかもわからなかったのにな。なあ、いろいろ考えたんだが、
うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。奥さんいるのかな。いや。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。その足元の血は何？なんだ。床が濡れて。あ、これで女の子のだと勘違いしたってこと。これは血？まさか。女の子の日のものに対してどうしたらいいって聞いてきたもんね。どんどんやばい匂いが近づいてるじゃないか、カイネ。匂いがするんだ。お前も気づいてるんじゃないのか。この匂いにどんな意味があるか。おばあちゃんの記憶があるからか。この船、至る所が腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着女。それで記憶は蘇ってるんだね。カイネ、これはかわいそう。本当に大丈夫なんだ。大丈夫じゃないよ。あまり無理をしないでくださいね、うん、そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますし、うん、ね、カイネさん。すごい嫌なもの見そうだ。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。じゃあもうカイネはこの時点でそれを感じてたんだ。はい、さあ行きましょう、うん、カイネさん。なんか人がぐちゃぐちゃになってるような、肉片になっちゃってるような。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えない。喋ってる。文字があるとちゃんと聞こえる気がする。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど、うん、これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。これに向けて喋ってるのかな。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか、うん、待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。進んでいこう。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだね。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。これ言ってたっけ。お前がそんなロマンチストだったとはな。私が遮っちゃったのかな。あれ、女来たかな。これは日記みたいだな。読んでみよう。これ最初鍵かかってなかった。うん。船が化け物に襲われたと書いてある。化け物に襲われた。化け物が他の船員たちを殺し回っている中、日記を書いた船員はこの部屋に身を隠していたみたいだ、うん、これは事実なのか。でここに座礁したの。わからぬ。化け物とは魔物のことだろうか。この世界だとそうじゃない。これなんでこんないっぱいあるんだろう。このタイミングでカイネたちが来てくれてたよね。あ、またムービー入るかも。あれ、なんか出てる。どうしてこんな風になってるの。あの人が帰っちゃったのはこの黒い体のせい。あの人と普通におしゃべりしたい。あの人に怖がられたくない。嫌われたくない。人の形を維持する力を、日の光を受け止める力を、美しい声を出せる力を。それで人を食べてたの。もっと人間を食べれば
そうすればきっと人間になれる。どうしてこの姿になったの？あ、お二人とも。手紙のようだが字が汚くて読めねえな。これはあの女の子が手紙を書こうとしてて汚すぎて書いてないって言ってたんだろうな。どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだ、カイネ？いいはずがないだろう。これは独り言なのかな。さあ、行くよ。ここが最後の部屋だ、うん、町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれない、うん、心して進めよ。入ります。なんとも言えないな。人間になりたくて人間を食べてて、もともと人間ではなかったんだよね。じゃあ食べようってならないのかな。この子は船の入り口で見た。怯えるのがよくわかんない。待て、死体の転がる船の中に女の子、うん、何かがおかしいぞ。こいつこの魔物はヤバい代物だな。ヤバい代物。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ。すごい力を持ってるんだね。盛り上がってきたじゃないか。ええ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。魔物かも疑うレベルってこと？あれ、君は久しぶりだね。うん、配達員さん、ここで何を？ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこの難破した船に乗っていたみたいで、ね、こんだけ通っててさ、下にいっぱい死体があったのに気づかなかったのかな。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。気づきそうだけどね。そうだ、そこのあなた、この真ん中の血をそうだと思ったんだろうね。つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。そういうことないよね、多分。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。もしそうだとしたら自分でやってもらう方がいいけど。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。それどころじゃないと。そいつに近づくな。そいつはこの子、郵便局の人の前でも、あ、隠しきらないと思ったんだけど、待って、助けに行ったんだ。大丈夫？カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。分かった。どうして中途半端に人間の姿をしてるんだろうな。さあ、みんな大丈夫だった？二人ともよかった、無事だったんだ。はい、でも配達員さんがまだ中に。危害は加えられないけど。ああ、助けに行かないと。この日差しであればあの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。大丈夫。もうやるしかないと思ってるのかな。もともとこんな効果はなかったんだろうね。人を食べてこうなっちゃったんだろうけど。すごい姿、綺麗な。人を食べたから中途半端に顔とかがついてるのかな。光、オッケー、大丈夫。何か来るぞ、退避しろ。大丈夫だよ。これは歌か。歌、まるで人間の真似事じゃない。聞こえる？歌歌ってる？
人をどれだけ食べても満足なんてできなかった。どこで何を吹き込まれたか知らないが、俺たちを食う気満々みたいな。でかいってこと？ずっとエミールのまんまで来ちゃってる。止まるな、もう一本も切り刻むぞ、うん、誰も助けてくれなかった。この人だけが優しくしてくれた。あ、優しさがどういうものなのか教えてくれた。何だったんだ、私は人間に、人間になるんだ。この人と同じ言葉で喋る、一緒に暮らすんだ。じゃあ他の、あの男のためか、けなげだね、哀れだね。他の人たちは優しくしてくれなくて怯えたってことかな、この子に対して。だから郵便局員さんだけを信じてるってこと。すっごいパンツ見える。なんだあの大きさは。おお、すごく大事にされてると思ってるんだな。いっぱい食べてきたことによってこの日光を当たっても大丈夫なようになったってこと。あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやつはあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだ。あ、この人が助言したんだ。うるさい、人間に刃を向ける気はない。あ、姑息な考え方だから思いついたのかもしれない。男を人質に取れ、みんな仲良く死ぬことになるぞ。じゃあこれは本当に言うこと聞いたってことなんだ、キュラン。わー、来る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 。あ、今郵便局員さんの方行ったのかも。攻撃の数が増えておるぞ。分かってる。いなくなった。くそ、エミール気をつけてね。いかん、このままではやばい。カイネが引っ張ってくるかな、そろそろ。こっちを見ろ、くるくるくる。こいつはお前の大事な人なんだろう。なんて言うんだろう、うん、これで終わりだ。あれほどの攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。これどうやっても間に合わないよね。あ、ギリ間に合う。2回戦目だとギリ間に合いそう。あ、でも間に合わない、どっちにしろ。ほぼ瀕死。なんとか死ぬ人。おい、何してる、さっさと奴を止めろ。体がくそ、くそ、すごい強いんだろうね。
どんな気持ちなんだろう。怖がらない。もうすぐ人間になるから。何してる。殺されるぞ。痛くもかゆくも。この人たちに手を出すな。一緒に海を見るって。ずっと騙していたのか。だってあなたが歌おうって。この化け物め。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。あなたと生きるために人になろうと。組織からの変質、外因性精神疾患と思われる症例数の増加、空気感染の可能性が強い。有効な治療法については現在調査中。前見たやつと一緒か。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて。本当にあの子が食べてたんだね。その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。一緒になりたかったって気持ちも届いてないんだよね。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。なんかあっち側の視点を見てこういう話を聞くとすごい複雑な気持ちになるよね。夫は見つかったの？それはどうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。これ今度さ、そか、人はもう2回選択できるわけだから反対に答えてみる。こっちにしてみたらどうなるのかな。旦那さんは町から出て行ったみたいです。探しちゃうんじゃないかな。それは私に愛想が尽きたってこと？私と喧嘩ばっかりだったから。ごめんなさい、ごめんなさい。喧嘩するのが好きだったのよ。通じ合ってるって思えて、それだけで私は幸せだったのに。そう思っていたのは私だけだったの？いや、多分ちゃんと告げた方が良かったと思う。
手紙？なんだこれ。手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だな、おい。拾ったんだ。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。え、なんて書いてあったの。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。教えてくれないの。一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。ティラもなんか完全な悪じゃないのかなって気もしたりしてきた。まあ多分カイネが死んだら自分も死ぬから困るっていう意味で助言をしてるんだろうけど、ポポルさんに今起こったことを伝えてポストに手紙が届いてるから見てあげてって言われました。これはそうだよね、王様の結婚式の連絡だよね。ほう、了解。あの小僧、いや王が結婚とは世の中わからぬものだ。おお、おお、髪の毛の色があれ赤くない？ポポルさんたちと同じだ。あーでもやっぱ顔が見えてる方が安心感あるかも。このニーアオートマタじゃない、ニーアレプリカントの場合は。え、カイネたちも見たいな。とりあえず砂漠に行くから、まあ歌舞伎ものファッションだったら砂漠に行っても許されるんじゃないでしょうか。あとは鎧を手に入れたのかな。行きます。死んじゃったな。いや、ポポルさんから話を聞いてるよ。はい、あ、リボンついてる。行きたい場所を言ってくれればそこまで船で連れて行こう。リボンじゃないかな。砂漠に行きます。お願いします。これもしかして狼の。そうだよね、喋るのかな。人が森を奪うか。ああ、人と争っても我らに勝ち目はない。本来人は共存を知る生き物、我はよく知っている。え、待って待って、カイネ、カイネ、髪黒い。え、かわいい。え、照れないで照れないで。え、カイネ、なんかでも別の、かわいいね。さすが美人だからショートも似合うね。うわ、うなじがいいな。エミールもそう思うよね。かわいい。わあ、なんかすごいエッチ。もともとなんかカイネさんセクシーだけど、なんかもう同じ服着てるとだんだん見慣れてくるなって思っちゃった。お尻の割れ目見えててもなんかあいつものことだしなって気分になっちゃってたかも。え、鎧だとどうなるんだろうな。やっぱりちゃんと隠してるんだね、腕は。なんか若干金太郎見あるな。金太郎なのかな、これ。このおかっぱとこの前の欠けてる部分とか。エミールかわいいよ。エミル、それヒレヒラヒラついてるんだ、かわいい。保存していこう。やりさたち、途中停止で。ありがとう。ああ、そうさせてもらうよ。おしゃれしてきました。結婚前夜が過ぎていく。何があって狼たちを襲ってきたんだろうね。許せないことがあったのかな。仲間が人間たちの罠にかかっているんだ。急げ。狼狩り、一体なぜそんなことを。
こんな話あった。今は騎士ゼルガンド、忌まわしき狼と揉め、かける噂中そなた、王のご成婚邪魔させるわけにはいかんから。人を食べてたの。今までも人を食べてる狼がいてってことだよね。何もしたかったら人間から攻撃してる。改ざんを強きて王としての仕事は山積みだ。本当はのんきに祝い事なんかしてる場合じゃないんだが。祝い事もまた仕事のうちだよ。どうい、民に束の間の祭り気分を味わわせてやるのも王の思いやりというものだ。あの魔物付きの狼以外はいつも人間に襲撃してきてたの。こだた。そうだな。それにフィアを幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り幸せにするってことは男には必要なんだ。ほんと幸せになってほしかった。アルトゥルは、そんなことは掟に書かれていなかった。大切な誰かか。いろんなことが起こっちゃうからね。襲撃が許せなかったのかな。しっかりしろ、しっかりするんだ。今助けるから。今や我も皆さん